次のコメント行ってみます。この曲のデモ音源でギターソロの前の語りが、この曲ってのは、ああなんか男と女もやっちゃったら終わりだって明石さんが言ってたけどみたいな下りで始まってるバージョン聞いたことがあるんですが、何か心当たりはあったりされますか？心当たりあります。これここはなんか語りを入れようみたいなところで、でレコーディングしてた時に、男と女は、女と男じゃないな、男と女じゃなかったかな、なんか男と女はやっちゃったら終わりだって明石さんは言ってたけども僕は違うと思うんだみたいな続きね、これのね、ツアー先でもみんな大変な目に遭ってるんだみたいなそんなのがあって、それをだからなんか仮歌の時にやってて、僕それのだからなんか仮歌入れとかをやってたのかな、なんかまあだから僕がだからオケを作って、でその流れで今度仮歌入れたりするんで、僕必ずその時はいたりするんですよね。そこのその語りがもうあまりに面白くても絶対キープ絶対消すだよとかつって言ってて、その時のラフミックスとかが流出してるみたいですね。僕も聞きたいですはい、なんで心当たりは思いっきりあります。はい、では次のコメントです。ブローインのコード進行のお話も聞きたいです。メジャーコードが連続してるように聞こえて珍しいパターンな気がするのですかと、ね、このブローインのね、特にB メロのコード進行、これはもう本当に小田哲郎さんがね、松本もあっぱれな曲を書くなっていう言い方をしてましたけどね、なんかミュージックステーションのイベントの時に一緒に出た時にね、なんか楽屋を僕が小田さんの楽屋に行ったのかな、したらその時になんか松本はあっぱれな曲を書くなとかって言って、おそらくだからブローインの B メロの編だと思うんですけどもね。この曲はやっぱ B メロのコード進行がすごくてですね、 A メロの場合はまあ C から始まって G 行って F 行ってって感じの、まあ普通の3コードな感じなんですけども、その後に B メロの頭で B フラットにまず行くわけなんですよね。 B フラットってのは C のキーに対してサブドミナントマイナーの代理コードっていう考え方だったりします。なんでまあ一応だから C マイナーに転調したっていう考え方もあるし、その後A フラットに行くんで、まあその A フラット B フラットで C っていう、そういうなんかこう二度ずつメジャーで上がっていくっていうのは割とロックではものすごくよく使うっていうパターンだったりするんで、普通はね、そうするとその A フラットっていうのがサブドミナントになって B フラットがドミナントになってるで、C が C マイナーになってそこが6度マイナーになるっていう、そういう風な考え方もあったりするんですけども、まあ、とりあえず B フラットから A フラットになると、でその次にアペドゥ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 振り払うように、あ、そっかそっか、 A メロの一番最後は B フラットなのか、だから、一応なんかマイナーに転調してるって感じで、その後 B メロの頭が A フラットから G マイナー7になるんですよね。この G マイナー7っていうのは基本的には考え方としては、F のキーの2度マイナー7っていう考え方に僕はなんとなく、感じてしまいます。もう本当に人によってそれの解釈は違うんで、どう聞こえるかっていう問題だったりしますね。でその後に G マイナー7なんですけども、その後まあ、4度進行してそこからまた C の元のキーに戻るっていう、そういう考え方、もうこことかはもう本当に珍しいというか、でその次が Fm7、 これも思いっきりサブドミナントマイナーというか E フラットの2度マイナー7っていう考え方も僕の場合はするんですけども、その E フラットのキーのね、それはなぜかというとその次が Gm7 になるん でそうするとそのマイナー7っていうのが2つつながるっていうのは2度マイナー7と3度マイナー7の部分しかないんで、まあ、それで基本的にはキーが E フラットみたいな気はしてしまうと。まあそれでも C からすると E フラットっていうのはまあ結構似てるキーだったりするんで、共通音が多かったりする。まあでもね、フラットが、そんな感じですね。その後また C に戻って、で、Dm7。D のメジャーだったような気がするけどな。おそらくメジャーだと思う。ギターとかはね、もう一度ごとしか弾いてないんで。確かメロディーの感じとかもね、なんかこうメジャーだと思うな。なんか、まあ二度セブンみたいな感じ。で、その後また A フラット、B フラットっていう、サブドミナント前の代理コードになってですね。で、その次がですね、A 分の F なんですよね。ベースラインがダーン、ダーン、ダーン、ダーンっていう、なんか、なかなか上がったり下がったり怪しい動きして、ここは一番なんか美しいなと僕は思うんですけどもね。特にこの A フラット分の F っていうのは本当になんかすごくよくできてるっていうか、でもまあ松本さんすごいよく使うんですけどね、3度をベースにするっていうパターン。まあだからこの転調とかもね、普通のだからジャズ理論のコード理論とかとは全く根本的に全然違うっていう、そういうやり方なんで、下手に理論勉強しない方がいいぞっていう部分もあったりします。まあだからこれはこれでだからその松本さんの理論、まあ、もしかしたらだからその小室さんの理論とかの流用なのかもしれないんですけども、でダーン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 のところで F のサス4に なってるっていうので、一応ドミナントみたいな感じになってるわけなん でそうするとキーは B フラットになるわけですよね。でそこから突然、D に転調するっていうことで、2音超2度転調してるっていうパターンだったりします。もうものすごく
だからめちゃくちゃ複雑ですね。大体ねそうやってね転調するとね絵に戻るのがすごい難しいんですけども、大体ビーズの場合は直付けってやつでですね、もう突然ポンって降りたりとかねなんかするパターンですね。これはちょっとだからこのなんか B メロとかのコード進行は本当に僕すごいなと思うんで、まあいつかは解説したいなと思ってた部分で質問があったんで、まあ嬉しくてやってます。はい、では次のコメントいきます。